皆さんこんにちは、ミニ大好きかとこです。本日はミニ緑店にやってきました。今日は12ヶ月点検の様子を撮影させていただけるということで、ミニの点検の裏側を見ていきたいと思います。レッツゴー。ということで、ミニ緑店の入り口です。相変わらずこの看板がね、すごい大きくて、道を走っているだけでミニだってなりますよね。あ、こんにちは。こんにちは、サービスの井上と申します。よろしくお願いします。井上さんですね、はい、よろしくお願いします。お願いします。本日は、12ヶ月点検の様子を撮らせていただけるということで、はい、よろしくお願いします。お願いします。なんか実際になんか、まあ、はい、点検って結構いろんな種類があると思うんですけど、はい、何してるのかよくわからないまま、はい、なんかここがダメでしたとか言われてお金だけ払ってるようなちょっと印象があるので実際にね、どういう手順を追って点検をしているのかっていうのを、はい、私そしてきっと見てくださってる方も気になってると思いますので、はい、いろいろ教えていただければなと思います。はい、かしこまりました。よろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。はい、ということで、ここは何だっけ、工場。工場です。工場、はい、かっこよく言うとワークショップです。あ、ワークショップかっこいいですね、はいはいということで、ワークショップの方にやってまいりましたので、今から点検の様子を実際に見させていただきたいと思います。本日は、12ヶ月点検ということで、はい、項目はどれぐらいあるんですか？はい、ざっとですけど、40項目ほど。40項目もあるんですね。はい、あります。めっちゃ多い。質問なんですか？はい、これが、サービスブックというものでして、うん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 、はい、で、まあ、もちろんあの日本の国法で定められた点検と、はい、あとは、BMW グループ BMW ミニならではの、点検項目。すごい量ですね。だいたいどれぐらいかかるんですか、時間は？そうですね、だいたい1時間半、2時間ぐらいですかね。2時間もかかるんですね、はい、すごい。ということで、はい、実際にこの点検をしていただくということで、本日はどなたが点検をしてくださるんですか？はい、はい、今日は、中村くんという。中村くん、はいはい、よろしくお願いします。じゃあ本日12ヶ月点検を実際にやっていただけるということです。まずこれがあの作業指示書ですね、はい、リペオーダーという名称ですけど、うんうん、これをもとに、メカニック中村君が作業しますので。そうなんだ、はい、まずあのお客様のご用命事項、はいはい、そういったものがあればそこに。なるほど、だから走ってる間にこういう音が聞こえたんだよみたいなのがあればそこに記載されてるってことですね。そうですね、はい、うんうんうん、それは受付の時に伺って、はい、私が入力をしたものを、プリントアウトするという。なるほど、はい、じゃあ中村君お願いします。はい、点検してくださってる間ってお客さんは中で待ってるんですか？ちょっとお待ちいただくのに長いものですから、はい、まず先ほど申し上げた実際の点検は2時間ほどなんですけども、うんうん、まあ、当然お掃除、掃除機をかけたり、うん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 、あと洗車をしたり、はいはい、いろいろそういったことを含めるとやはり、まあ、どうしても、まあ、1日朝から夕方で、そうですね、ですからあの代わりのお車、うんうん、ご一緒の方にはご提供して、はい、中村さんの動きを観察していきたいと思うんですが、はい、あ、なんかしてる。あ、なんかしてる。なんかしてる。タイヤを外してるのかな。うわあ。早いですね。おお。タイヤも交換するんですか。タイヤは交換はしないんですけど、はい、タイヤを今のように取り外して、はい、中のブレーキとかサスペンション、足回りとか、そういったところに異常がないかをチェックを します。はーはーはー。そのために取り外しは必ずします。なるほど、わかりました、はい、これ今何をやってるんですか？はい、これは、ブレーキフルードという、はい、ざっくり言ってしまうとオイル、ほうほうほう、はい、を交換するための準備をしています。すごい。何、どこに入れてるんだろう。ここがブレーキフルードの入れ物容器なんですね。なんかめっちゃリアルゴールドみたいな色してる。色はそうですよね。美味しそう。これはどういう役割なんですか、このオイルは。これは、ブレーキの、ペダルを踏むと、うん、ブレーキパッドで挟む両側から、そうです、はい、挟んで止めるんですけど、はい、その挟むための、押し出す、はいはい、ピストンを押し出す、ための圧力、そうですね、はい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 、そのオイルの圧力を使って
ブレーキパッドを押し当てている。すごい、次から次へと。そうですね、やっぱりできるだけ、そうですね、車を上げたり下げたりする回数を減らして効率よく作業するために、さっきの、ブレーキフルードの交換の準備と、あとはエンジンオイル、今回交換しますので、一緒にエンジンオイルを抜くための今準備もしてリフトに上げている状態です。すごい、わあ、こんなに高くまで上がれるんですね。はい、わなんじゃこりゃ、かっこいい。全く何かわかんないけど、わあ、すごい。下側から見る機会ってなかなかないから。そうですよね、これは何をしてますか。これは今からエンジンオイルを抜きます。あ、抜くんだ。なるほど、だから抜くための受け身が。そうです、はい。エンジンオイルを交換するのは何のために交換するんですか。はい、ですね、エンジンオイルの役目っていっぱいあるんですけど、まずは、潤滑です。どうしてもエンジンの中って金属同士が擦れ合っちゃいますから、摩耗したり削れたりしないように、まずは潤滑、はい、あとは洗浄、やっぱり多少出た汚れとか、そういったのを洗浄してくれる。なるほど、はい、であとは、もう一つ主に冷却、やっぱり熱くなってしまうと性能が発揮できないだけじゃなくて壊れちゃうといけないので、冷やしてくれるっていう、はい、そういう機能もあります。そのオイルはやっぱり定期的に変えないと古くなってしまうので機能が落ちてしまうんですか。はい、そうです、おっしゃる通りです。そうです。なるほど、はい、もう本当に交換しないともうドロドロに、なってしまって、なるほど、いろんなところでこう詰まってしまって、でも最悪はもう本当エンジンが止まっちゃうとか、そうなんです、ね、エンジンがもうかからないとかっていうことになってしまうこともありますので。それはどれぐらいの頻度で買えるんですか。BMW ミニの指定は、はい、まず2つの要素があるんですけど、はい、1つはまず1年は超えないように絶対買いましょう。そうなんですね。だからこれは距離全然乗ってなくても、1年間経てば絶対に、だから12ヶ月点検では毎回買えるということですね。そうです、おっしゃる通り、はい、なのでどうしても酸化劣化してしまいますので、はい、それではやはり性能安全に乗っていただけない、ね、ということですね、はい。皆様走行の、パターンによって1万キロから1万5千キロくらい、それもちゃんとミニが表示で教えてくれます。あれ、中村さんがどっか行った。あれ、どっか行った。なんかしてる。もう私たちが食べてる間に何かしてるぞ。エア調整してますね。エア調整、タイヤのエアですか。はい、空気圧ですね。なんか機械がかっこいいですね、道具が。これは何ですか。はい、これがさっきのブレーキフルードを、はい、今抜いています。抜き替えですね。あ、ここかの管からさっきのそのオイルみたいなやつを。そうです、抜いてるんですね。はい、これなんかさっきの色とこれもまた全然色が違うように見えて。あ、でも本当そうですね、なんかもっとマッキーキーでしたもんね。リアルゴールドみたいな色してる。なんかオイル交換って言ってもなんか何をしてるのかあんまりよく分かってなかったので、ですよね、こういう風な手順でやってるんですね。はい、かっこいいわ。これはメカさんモテません。メカさんどうなんでしょうね。人によるか。人によるか。そうか。これ順番とかは決まってないんですか。特に決まってはいないです。それよりもやっぱり効率と、そうですね、丁寧にやれるかやれないかっていうのが大事なんですね。ですので、やっぱりどうしても1台1台メニューが違いますから。あ、そっかそっか、はい、それによって。そうですね、またなんかスプレーをかけてますよ。そうですね、スプレーかけてますね。何これ、はい、金属用のスプレーなんですけども、どうしてもサビとか出てしまうといけないので、サビをまず落とした後で、はいはい、で今後サビないように金属用のこういうグリスを、はい、塗ってます。あ、じゃあサビ対策でこういうスプレーでやってくださるってことなんですね。はいはい、そうです。はい、国で指定された項目となんか BMW、ミニジャパンが指定した項目っていうのがあると思うんですけど、それはもうメーカーさんによって違うっていうことですか。そうですね、特に大きなところでいくとBMW ミニだと、はい、要は見た目目視ではわからない、要はコンピューター、はい、電気関係に異常がないかっていうのを専用の診断機をつなぐことによって、はいはい、データを吸い出して異常がないかっていうのをチェックする。そのコンピューターっていうのはそのナビゲーションとかの話じゃなくて、はい、コンピューターがその車の状態を理解してくださってるとか。そうです、すごっ。はい、ミニはお利口なんで今不具合がなくても
何か過去に何かおかしなことがあったよっていうと、それぞれのコンピューターもたくさんあるんですけど、それが覚えてますんで、それをデータを読み取る。